はい、こんにちは、ジークの近藤です。こんにちは、ジークの高木です。今日は大阪に来てます。ここはどこですか？ここは、泉大津ですね。今日は、流行りの SLJ を。お、なるほど。なかなかね、大阪で船に浮いてやるっていうことはあんまりなかったんで。そうですね、僕もなかなか大阪来て釣りをすることがなかったんで、ちょっと僕は楽しみにしてるんですけど。この間ね、ちょっと行ってきたんですよ。何か釣れました？結構いい魚釣れました。あ、そう、はい。まあ、こっちでいうメジロだったりとか、はいはいはい、あとハマチで、あと、まあ、ヒラメだったりとか。ヒラメ結構 SLJ で釣れたんで、まあ、今回それを、まあ、皆さんにね、見せられればいいなと思って。なるほど、はい。じゃあ状況は悪くない感じ？悪くないですけど、もうずっとあのベートも入ってる感じなんで。で、水深も今日やるところも多分15メーターから20メーターぐらい。そんなに浅いんだ。浅いところやるんで、ジグもどっちかって言ったら30グラム、40グラム、まあ、軽めのところで楽しめるんじゃないかな。じゃあ僕としてはやっぱ R サーディン、F サーディン、あと Z ビット。そうですね。あと、まあ、タングステンもあるからね。そうですね、まあ、タングステンもあるんで、まあ、それぞれのその何、あの落ち方の違いだったり、はいはい、泳ぎの違いをね、見せれたら面白いかもしれないですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、一応ポイントに着きました、はい、大体1時間ぐらい走ってきたんですかね。そうですね、はい、これ関空の沖のポイントなんですけど、はい、どうなんですかね、潮は結構飛んでるように見えるんですけど、一応ベートもついてるん で、うん、でこの間も同じ感じだったんですけど、まあ、ベートがやっぱりどっちかというとちょっとボトム寄りにいるん でボトムをちょっともう上げて、ジグを落として上げて、了解です。繰り返しですね。自分はとりあえずまず TG からやろう。あ、俺普通もね、 R サーディンの 30g、 まあ基本おかっぱりでね、よく使うところなんですけど、これからこれでちょっと探ってみようかなと思ってます。自分はちょっとあの TG にしてシルエットちっちゃくして、あとホールもね、こっちの方が早いんで。そうだね、どっちかというとリアクションで狙っていこうかな。どっちでハマるかなって感じかな。う、ね、うん、まあ、やってみましょう、ね、はい、とりあえず頑張ってみましょう、はい。水深は 21m らしい、うん、まあ、とりあえずまだそこ落として。そうだね、はい、結構あの青物とか、この間は結構ヒラメも釣れたんで、あとマダイとかチヌとかその辺ですね。かかったよ。かかった、かかった。かかった？かかったよ。あ、アジ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 。ちょ、ちょ、ちょ。で、ん？違う違う、サバだわ。バーサー。せーの。うい。おー。サバでしたね。今これ、R サーディンのタングステン 30g、 そこついて巻き上げる途中でもうすでに釣ってました。結構このサイズでもね、ライトタックルでやるんで結構面白いですね。もっと大きいかなと思ったんですけど結構突っ込まれたからびっくりしたよ、うん、R サーディンのタングステンの 40g、 ちょっと流れ早いんで触るし、触るし、外なんか、うん、かかってる。うわ、もうそこついて出たね。外、いいアジで、あーい、はい、アジでしたね。もったいな。ずいぶんあっち行くようになってるね。かけた、食っ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 た。いや、この間普通にメジロクラスいますからね、ここ。マジで？うん、もういいんじゃないですか、これ。はい、ありがとうございます。いやー、ちょっと苦労しちゃったけどね。
いい魚です。 R サーディンの、ね、TG の 40g、 これフルシルバーだね。シルバーで釣れました。やっぱね、今日影の中にいましたね。最初ね、トンっていう当たりがあって、そのまま入ってくれたんでね、そのままグッとかけて、そのままやっぱ流れの速い時はタングステン一番効きます。今タングステンの 40g 使ってます。おおおお、まあ楽しい、このサイズだったら楽しくファイトができます。さっきね、この影の中入れてみたんですけど、やっぱね、タングステンの 40g じゃないとちょっとね、潮の長あの速さがかなり尋常じゃないんで、ボトムが取れないということで、ずっと 30g 使ったんですけど、今40に変えました。で、40のシルバーにして、ボトム当たってからの2着ミグでドンと入ったって感じですね。近藤さんの大好きなヒラメがいるはずなんですけど、釣りてんだけど ね、 本命それで狙ってんだけど ね、 やっぱね、1匹釣ったとか、なんかちょっと違和感があったり、根が今ワイヤーが入ってると思うんですけど、触ったなと思ったら必ず、ね、リーダーをチェックしてください。そうするとね、いざともし魚があった時にこう来て、ここザラザラじゃないですか。こういうところでやっぱり、ね、やられちゃうんで、できるだけこうチェックしながら楽しみましょう。なんか食ってんだよ。おお、やっぱいいとこ入ると釣れるんだね。やっぱバーサーじゃない、バーサー、多分サバだと思う。めっちゃ行くよ。でもそんな魚大きくないよ。でもおお、これダメだ。タモタモダブル、はい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 、はい、おめでとうございます。いいとこ入るとやっぱ釣れるね。うん、釣れますね。もう今そこついて立ち上げて、上と下両方とも変わったもんね。うん、ダブルでした。ルアーは、ルアーは R サーディンのタングステンの 40g ですね。色は、はマイワシ。マイワシ1個で2度おいしいみたいな。俺もサバ釣りてー。俺もサバ釣りてーす。なんか途中で食った。でかい？いや。全然上で食いましたよ。マジで？追いかけていたんじゃん。おお。おお、走られてる走られてる。おお。たぶんたぶんハマチ。楽しい。おいっす、ありがとうございます。いいっす。あー、よかった。いいね。いいっすね。一応また R サーディンのタングステンの 40g イワシ。やっぱ物は引いてくれるから楽しいね。うん、今のはでもそこじゃなくて、まあ、このサイズだからなんですかね。ちっちゃかったんで中等で食いましたけど。追いかけてきたんでしょう、多分。近藤さんでもボトムでしたもん、ね、ボトム。でもいつもおかっぱりでこうやってるタックルで、こういう SLJ じゃないですけど、もう 20g、30g、40g の軸使ってこう船でやるっていうのも、すごく一つの楽しみだと思います。もう単純にこれシーバスロットですからね。この流れの中で、ね、流れが早いもんで、あさっての方から陣が解消されます。とてつもなく早い。タイミングなんですかね、あとは。うーん、すげーすげーよな。
井君。うん、どうも雲行きが怪しくなってきたよ。知ってる。今ね、大きくちょっと移動してきました。うん、雨が降って、ちょっと風もね、だいぶ吹き始めたんでね、ちょっとだいぶ避難するということで港の方に戻ってきたんですけど、ちょうど夕間詰めだったんで、途中ちょっとベイトの反応あるところだけ行きましょうということで、はい、ね、やったんですけど、ジグも変えてね、はい、今ね、Sビットの 40g、 僕はジグ、あ、Sビットの 30g、 はい、でちょっともうちょっとボトムをネチにボトムに反応があったんで、ボトムをネチネチ今やってます、うん、はい、ちょっと出てきた時とはもう状況が全然変わっちゃってやっぱり荒れましたねやっぱりはいらないですよいや食うと思うんだけどな、何もいねえんじゃねえの。何か受けたん？何かあったけど、うん、外れた。はい、なんでしょう。ガッシー？いや、バーサーで。違う。サバゴ。サバ。バーサーゴ。ボトムの方をずっとやったら、サバの子供が釣れました。ジグはね、Sビットの 40g。カラーはね、リアル、これは片口かな。はい。ちょっとボトムの方に反応があるってことだったんで、ボトムを意識してもらいました。何にもいないのかな。え？何にもいないのかな。何もいねえんじゃねえの、マジで。当たんないもん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。正味お昼からの2時間釣りをした感じなんですけど行く時あんな天気良かったんですけどね。あ、もう途中から爆風と雨でまあ僕いつもそうなんですけど、はい、まあ驚きはしなかったです。いや、まあ、いつものことなんでね、まあ、はい、そうですね、だと思ったんですけど、ちょっとね、海荒れすぎちゃって、まあ夕間詰めの試合もちょっと逃してしまったかなとは思うんですけどね、うん、まあでも、うん、サバとか結構釣ってたよね。そうですね、サバ釣れたし、でコンサーもね、いいいわゆるメチロクラスも出したし、うん、まあ60半ぐらいだったか、65ぐらいだったから、うん、まだハマチなのかもしれないね。自分がね、先週とか行った時に比べてやっぱちょっと潮が大きい潮だったんで、うん、ちょっと流れ強かったんで、そうだね、ちょっとやりにくいところありましたけど、まあなんとか魚を取れたんで、まあ、そうですね、はい、まあね、お昼から出てね、こんな時間でもね、本当にこんなサイズのハマチも釣れるし、うん、美味しいマサバも釣れるしと、ね、うん、楽しい、ね、ジギングだったんじゃないかなと思うんでね、皆さんもね、来ていただいてね、ちょっとした時間で、うん、いつも持っているタックル、おかっぱりで使ってるタックルでやれますからね、はい、水深 20m ぐらいなんでね、そのまま使えると思います、うんうん、まあ大潮回りということもあって、うん、ちょっと潮が早かったんですけど、通常でしたらね、30、40、普通のもの持っていけば、うん、いろんな攻め方もできますし、いろんな大小魚もいたんじゃないかなと思います、はい、はい、まあでも魚釣れたんで、うん、よかったかなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。